ずっとずっと泣いておる。ずっと誰か赤鬼の涙を止められる者はおらんかの。おらんかの。もしかしてこれが次のミッションかも。どうしたのだ。僕は赤のかけらを探してるんです。赤鬼はどうして泣いてるんですか。赤鬼が泣いている理由を知りたいんだな。知りたいんだな。はい、わかった。ではお話ししよう。お話ししよう。おお、ナレーションを頼む。頼む。え、僕が。ほらほら、ちょっと、え、ここ乗って。よし、頼むよ。わかった。はい、本番よーい、スタート。どこの山か分かりません。その山の崖のところに家が一軒建っていました。そこには赤鬼がたった一人で住まっていました。あれが赤鬼かい。そうだよ、あの赤い腹巻きが目に入らないのか。途中で止めちゃダメだよ。あ、ごめんごめんごめん。その赤鬼は優しい素直な鬼でありました。心の優しい鬼のお家です。いつでもどなたでもおいでください。これできっと村の人うちに来てくれるはず。ドキドキするな、そわそわするな。それでしたのに人間たちは、鬼は怖いものだ、騙してるに違いないと疑って、誰の一人もやってきませんでした。僕はただ友達が欲しかっただけ。絆って言うでしょ、教えて誰か。その時ひょっこりとやってきたのは仲間の青鬼でありました。どうしたんだい。赤鬼はこれこれしかじかと話をしました。そんなことなら簡単なことさ、僕が麓の村へ行き、そこで派手に暴れよう。なんてことを冗談なんだろう。まあ聞けよ、きっとうまくいく。ひょっこりと現れた正義の味方、悪者を退治してめでたしと。ゴニョゴニョニョゴニョゴニョニョというわけさ。確かにそれは青鬼くん天才的だ。だけど君にすまないな。何ちっとも気にするな。さ、青鬼は赤鬼の手を引っ張って山を下っていきました。暴れ。どうだ人間、これでもかこれでもか、逃げ惑う村人。弱い者いじめは楽しいな。さあ今だ、さあ今だ、チャンスだ。ひどい僕を懲らしめて、それじゃみんなを騙せない。もっともっとだ。そう、それでいい。町の人々は口々に言いました。鬼はみんなひどいやつかと思っていたが、赤鬼は違う。赤鬼みたいな優しい鬼もいるんだ。作戦は大成功です。夢が叶った、叶ったよ。人間と仲良くなりたい、ずっと願ってた。今日も3人遊びに来てくれたんだよ。だけどあの日以来青鬼は訪ねてきません。どうしたんだろう、具合でも悪いのかな。あ、そうだ、
お見舞いに行ってびっくりさせてやろう。赤鬼は山をいくつか谷をいくつか越えてようやく青鬼の住処に来ました。なんだろう。家の戸の脇に張り紙がしてありました。このまま君と付き合いを続けていけば、人間は君を疑うことがないとも限りません。僕はこれから旅に出ることにしました。さようなら。どこまでも君の友達、青鬼。赤鬼はしくしくと涙を流して泣きました。ごめんね、ごめんね、伝えなきゃならない気持ち溢れて止まらない。さよならさえ言わせてくれないの。話したくない僕だけの友達、会いたいよ。ああこんな涙は生まれて初めて。止まらない後悔が懺悔が感謝が涙を拭いて「ありがとう」「青鬼くんってどんな鬼？」「ものすんごく優しくて心が強くて僕の憧れ」そのことをみんなはまだ知らないだけ。そう思わない？思う君ただの泣き虫じゃない？泣き虫じゃないよ、涙もろいだけさあちゃんと涙を拭いて。拭きまくる、うんうん、僕探す、青鬼くん探してちゃんとみんなに本当のことを伝える。うん、僕も必ず赤を見つけるよ。うん赤だ。ミッションクリアしたんだね。うん、じゃあこれお祝いにあげるよ。え、いいのかい？特別だよありがとうあ、ちょっと待って、うんうん、ちょっとスタイリッシュに着こなしたいから、うんうん、細めに作ってるんだよ。あ、脱げた。あ、多分入ると思うよ。え、そうかな、細いからはいあげるありがとう、うん、生あったかい僕のぬくもり豚っ鼻になっちゃった鬼なのに豚あ、そうだ、 あそこの麓の町に真っ赤なマッチを売っている少女がいるよ。きっと次のミッションはあそこなんじゃないかな。わかった、行ってみる。うん、あ、でも山道は危険だから僕も一緒に行くよ。ありがとう。うん、行こう。うん、じゃそれちょっとつけてみてよ。今、え、今、うん、あ、ちょっと難しいな。ぬくもり冷めちゃうよ。